受験生の皆さん、こんにちは。さあ、やってまいりました一万弱シリーズ。今回は鎌倉文化です。鎌倉文化、もちろんいろいろ覚えることありますけど、まずは新しい鎌倉の仏教ですね。これを押さえていきましょう。法然は浄土宗、親鸞は浄土真宗。浄土真宗は一向宗とも呼ばれますね。室町時代に一向一揆、戦国の方ですね、盛んになってきますね。一向宗、一辺は自宗です、ね、踊り念仏、踊るわけですね。日蓮は法華宗、日蓮宗っていうこともありますよ。英才は臨済宗、英才は臨済宗です。お茶を日本にもたらせた人もこの英才と言われてますね。道元は総統宗ね、道と福井県の永平寺が総本山。さあ、この6つの宗教を抑えたら、あとは東大寺南大門、金剛力士堂ってやつですね、ってやつ。ここを抑えれば鎌倉の文化の大体を抑えられるとよろしいですね。では行きましょう。法然浄土宗、ね、親鸞は浄土真宗、一辺自宗に日蓮法華宗、へい英才臨済宗、道元曹洞宗、東大寺南大門、金剛力士堂。いいですね。はい、じゃあちょっと早めに。法然浄土宗、親鸞は浄土真宗、一辺自宗に日蓮法華宗、英才臨済宗、道元曹洞宗、東大寺南大門、金剛力士堂。いいですね。もう一回。法然浄土宗、親鸞は浄土真宗、一辺自宗に日蓮法華宗、英才臨済宗、道元曹洞宗、東大寺南大門、金剛力士堂。これであなたも完璧だ。頑張ってください。